東大阪ビルライオンのミスノンライオンの二欠パンチ株式、外車ライオン事務機は、東京都中野区東中野に本社を置く、事務用品を及び文房具等並びに、オフィス家具の製造販売を行う企業である。1792年大阪、平野町にて創業。元は、筆木商、今津屋に橋を発しており、長い歴史を持つ企業としても知られる。やがて明治期に入り、 欧米から輸入した文具や輸入品の取り扱いをはじめ、薄来物品商組合に加入するとともに、同社が扱う製図機に商標として指示員を登録し販売する。このマークが現在まで続く社名の由来になっている。1990年代まで創業地の大阪に本社を置いていたが、2001年に本社を東京へ移した。 取り扱う商品は学童向けの小物文具からオフィス向けの応援機器など多数に上る。なお洗剤などで知られる大手家庭用品メーカーのライオンと資本、人材面等でのつながりはない。1970年代は高度経済成長期の折に全国紙に数々の広告を掲載している。この当時掲載された広告でよく知られているものに当時の主力製品であった。 ライオンファイルの10歳にして愛を知った。うちの息子は原父と学父の違いも知らない、愚足だ。といったものがある。これらの広告文案はコピーライターで当時白報道に所属し、その後フリーとなり、あえらの名称を考案し、他にも恋を何年休んでますか。などのコピーを書いた牧人氏の手によるものである。 かつては毎月20日の読売新聞の長官一面にも広告を掲載していた。現在は事務用品が低価格化したことに伴い、主として第一面のブランド名のみを記載したにベタ広告が多い。ありがとうございます。